どうも、アメリカ歴史隊の宮迫です。さあ、本日はですね、はい、初めて大河ドラマに、出させていただいた時の、まあ、エピソードといいますか、ちょっと大変だな大河ドラマっていう思いをした話をさせていただきたいなと思うんですけども。大河ドラマ出てたんですね。出させてもらいました。もうその頃多分お笑い芸人としてほぼ名前がない時だったので、すごい大抜擢で、すごい、まあ、これ完全に自慢なんですけども、売れてない芸人が大河ドラマ出て初やったと思います。本当に自慢、ただの自慢。売れてから出る人はいますよ。売れてない状態で出たの僕が初めてだと思います。あります、ね、完全に自慢です。自慢だ、はい。そんな大河ドラマ初出演なんですけども、はい、ちょっといい役で、ちょっと武将役で、ほう、渡部篤郎さんの役の人の屋敷に攻め入るみたいな役なんです。はい。でそのリハーサルの時に、まず盾の先生に説明されるんですよね。宮迫君が着る甲冑っていうのは、本物の武将の甲冑、本物を使うので、この肩のとことかがすごく硬いから腕が上がらない状態です。はあはあはあ。でもまず火矢を宮迫君が放つシーンがありますと。火矢、そう、はいはい、で本来矢っていうのはこう引いてこう放つと、はい、ただこの甲冑は武将の偉いさんの甲冑なので腕が上がらないので、これ仕方がないので下からこう引いて火矢を放ってください。ああ、なるほどなるほど。っていう説明があって、はい、あ、分かりました。で リハーサルの時に、まあまあ甲冑も着て、はい、本番直前のリハですね。よいスタートって言われて、こう下からこうやってやったら、今はお亡くなりになったけど大御所のすっごい渋い役者さん、はあ、もうすごい有名なこわもての役者さん、はい、が、おじゃ待て、お止めろ止めろ、え、何って思って、はい、おいお前、お前だお前、お前ちょ、お前すごい、え、僕ですか、あ、はいはい、お前、お前盾やったことねえのか、あ、ちょっと経験は、はい、お前な、弓ってのはこうやっているんだよ、はいはい、はい、やってみろって言われて、ほんで腕上がれへんやんか何やってんだお前はい、あ、はい、弓とこうやってやるんだよ、はい、何もだいてんのお前すいません。で監督と立石の先生の方をパッと見たら、二人ともがそっとこう助けてくれない、助けて、ええと思って、もう痛いなんてもんじゃない、もう鉄ですから、やってみろって言って、もうしゃあない、力は強い方ですから、もう知らんと思って、腕もげてもよ思って、もうビキ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 なんかこうザーって、これこうすかって、ああ不完全だけどもそれでいいわって言われて、もうこ多分血出てんじゃんもうしゃあない、本番もしゃあないから、もうよいスタート、ミキ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 、でもようわからんけど、その痛みと怒りの感情でオンエア見たらええ顔になってた冷やをええ顔で打ってたから、いい、逆にいい芝居になったなと思いながら、でも そこまで考えてくれてるとは思えないんだけどでもそのシーンはいいんですよ、はいはい、ほんでね、そのシーンは終わって火矢を打つんです、門のところに、はいはい、ほんだ門がぶわっと火でぶわっ燃えるんですよ、はあ、でこう門があってね、この火がこの門両端のぶわっ燃えてるところを、ゆがーって言いながら俺は刀を持ってその門の間を突っ込んでいくっていうシーンですよ、はい、でリハの時に、まあ、火は1回しか使えないですから、スタジオないですから、はいはいはい、火は1回しか使えないから、これも一発勝負でいきますよと、ほんでこう燃え盛るこの間を宮沢君がもう全力疾走で攻め入って抜けていってください、はい、この一回勝負行きましょう、お前行こうとか言ってる時に、特攻の人たちがなんか裏で揉めてるの、これ大丈夫かこれとか言ってんの、何か揉めてる声はしててん、はい、でなんか揉めてる声するなと思いながら、でもうマネーだ本番だ行くぞ行くぞっていう声は何かが起こってるなとは思ってて、でもしゃあないもん本番やから一発勝負やと思って、本番よーいって、つけろーってブワーッ燃えてて、
本番5秒前って言ってる時に俺の真正面の火はこう重なってて、分かる？こう燃えてるはずのものが火がこう重なってんの。もう隙間なんてみじんもないの。ただの火の壁、火の壁があるけど、火の壁が4、3、火の壁が2、うわーって火にブワー、その時にまあ甲冑着てる、もうズラも全部かぶってるけど、ところどころ出てるこの辺の産毛が過ぎた瞬間にチュンって言う、チュンってこの辺がチュンチュンって言う、ほで抜けてもう声出されんから、あっそういう、あかっと、あっそういうって、あっつツルツルなってた、ツルツルなってた、もう産毛が全部脱毛みたいです、脱毛。あんな怖い思いでけんで、産毛が燃える音聞いたことないですからね、チュンって言う、チュンチュンって、すげえ。ただまあやっぱね、燃え盛る火の壁に向かう時のもう迫真の顔オンエアをね、すごくいい顔になってた、いい芝居になってたでもそれたまたまです。え、そんな初の大河ドラマのお話でした。というわけで、このお話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。